一塚古墳群は、大阪府南河内群河南町一塚、東山、大使町洋室にわたる丘陵上にある古墳群で、国の史跡となっている。6世紀前半から7世紀中頃にかけて築かれた23種群、総数262期からなる群集墳である。高安古墳群、平尾山古墳群と共に、大阪府における三大群集墳と呼ばれる。 噴霧は、ほとんどが、直径10メートルから20メートルの円噴であるが、方噴も一部見られる。埋葬施設は、大半が、横穴式石室であり、一部に、木管地下層、石管式石室なども見られる。最大規模の WA1 号噴には、横穴式石室に組み合わせ式形石管が一体、埋葬され、副葬品として、水器、弾器、ミニチュア別追。 純金製耳は、ガラス玉、混同性岩辺、混同性理辺、混同層単流関東大東塚頭辺、バグ、環状金具、鉄刀、鉄刀子などが見つかっている。かなりの古墳において、ミニチュア炊飯具型土器や、冠式系土器が服装されており、また、朝鮮半島の影響を受けたと見られる原質の、床面が沿道部の床面より低い構造を持つ。 横穴式古墳があることから、トライ系士族、特に、クダラ肝心系士族との関連が指摘されている。ありがとうございます。